先頭は1番石丸博之、マークに9番西川近之、そして3番の中塚智弘がこの後ろ、8番の富永松尾が追走しています。さあ後ろ詰めから行きました。6番の大西雄がゆっくりと上昇です。合わせ込んで4番栗田正也も仕掛けています。さあジャン前からかなりペースがありました。6番の大西雄が強引に先頭を取っています。4番の栗田は中段の3番手、さあ絶好の幕内を待っています。この位置キープし続けることができるかどうか。人気の1番の石丸はさあ宇宙一に潜り込んでいます。3番の長塚も好意を求めて前に上がりました。今度は8番の富永が動いて追い上げマーク、さあいい位置が取れるかどうか。レースは最終周回です。ジャン前から果敢に飛ばしています。6番の大西雄が最終先行です。2番手は5番の前田拓也、後ろを見ています。さあ後ろへ並走、4番の栗田正也、さあ行きました。4番の栗田がまくっていきます。そして後方から1番の石丸、さあ今日も来ました。先頭は1番の石丸からが一気に前段捉え切りました。マークは9番の西川が近づききって横コーナーから直線です。先頭は1番の石丸、真ん中は9番の西川、さあ西川が一気に抜けました。先頭でゴールインです。今手が上がりました。9番西川近い木